前受け4番小前大輔後ろを見ていって3番組橋が抑えに出ています残り2周で3番組橋和鷹4番小前にタイを並べていきまして両者差は並んでいきます4番小前は3番組橋を出さない動きを見せて誘導を外してバックストレッチ3番組橋を突っ張り4番小前が先頭主導権のまま残り1周半6番長山英治も関東の後ろ4番手追走のまま3番組橋が5番手です もう一度4番、小井大輔がペースを上げていきまして3番、組橋は最終日まっくり勝負残り1周切りました小井大輔の先行さあ1センター付近で3番、組橋がまっくり上げていって現在は4番手から3番手を追ってくるが伸びがありません4番、小井が完全に合わせ切りましてこれから最終バックへ向かいます追走は絶好となって1番裕、阿部寛之さらには7番、坂本栄一と先手ライン6番、永山英二が4番手直線に向いて先頭4番、小井大輔追い込む1番、阿部寛之捕まえます 1>, 1番、阿部寛之、降臨2着、4番の駒井大輔7番、坂本栄一が3着。